Hello, everyone. 今日の予定はわさびの田んぼを見に行きたいと思います。わさび田です。なぜかというと、最近わさびは海外で大人気だそうです。わさびがとっても爽やかで美味しいんですね。わさび田がとっても綺麗な場所なので見に行きたいと思います。さあ行きましょう。Let's go!うわー気持ちいいですよ。朝の散歩です。涼しい風が吹いてますね。もうこの天気、快晴、いい天気です。散歩していきましょう。海も綺麗ですよね。静かだしいい感じです。とっても気持ちがいいですよ。歩いてみましょう。風が吹いているのでさざ波が立ってますね。この波の感じいいですよね。西伊豆は海の水がとっても綺麗で有名なんですね。透き通ってますよね。まあ沖縄のような感じには行きませんが、とっても綺麗な場所です。いいですね。中がよく見えます。こんなところを通ってわさび田に向かっています。イカダバのわさび田にやってきました。ここは世界農業遺産に指定されているそうです。すごい山の中ですよ。もうこの山の中でわさびを育てています。見てください、こちらです。いやーすごいよ。このわさび田たっぷりありますよ。どうですか。ミナオソウ森のなんとか書いてある。うわーすごい。ここです、わさび田たっぷりありますね。なんといっても水がきれい、水がきれいだからこそ美味しいわさびができるらしいですね。ここでわさびを育てています。すごいね。こっちも全部そうです。この谷の水を使って育てているんですね。多分直射日光はダメなのかな。わさびは多分ね、半日陰の方が育ちやすいんだと思います。なので、あの上に日よけをしてるんじゃないかなと思います。このわさびなんとなく美味しいんですよね。こうお刺身につけたり、いろんなものに食べると美味しいです。超人気がありますね。今外国で大人気だそうです。いいですね。私たちも日本人も本わさびはとっても高価なもので美味しいですが、とっても大好きです。いやーでもいいですね、このわさび。本当はこうちょっと覗き込んでみたいところですけどね。なんか葉っぱがいっぱいで覗き込めませんね。いやーちょっと歩いてみましょう。この辺はなんかあれですね、植えたばっかりの感じがありますね。見えますね、この隙間から。あ、なんかポットかなんかに植えてありますね。なんか砂地のところに見えますか。ポットになんか植えてある感じですね。いや水がきれい、素晴らしい。ちょっと行ってみましょう。 あそこにちょっと見えますね。なんか一つ一つ全部ポットに育てているんですね。いやすごいな、こんな感じで。いやでも涼しい、やはり山ですね。涼しいです。うわこの辺も全部わさびですね。すごいな、全部わさびだ。すごいです、全部わさびです。こんなところです。常連の滝の方にやってきました。では見に行きましょう。常連の滝というと
やはり天城越えでしょうかね。天城越えの中に常連の滝の名前が出てきますね。いいですね。いや、水がすごいね、綺麗ですね。おお、なんかここにもわさびがありますよ。やはりこの常連の滝で綺麗なわさびで、うわ、見事ですね、綺麗ですね。これが常連の滝ですね。いや、水が綺麗ですね。水の量が豊富ですね。いや、綺麗だ。天城越え、石川さゆりの歌もここにありますね。すごいね。これが常連の滝です。ここでいろいろなことを思ったんでしょうね。いや、水がきれいですね。水しぶきが飛んできます。とっても気持ちがいいところです。心が洗われますね。いや、すごいな、常連の滝、いい感じ。これが常連の滝です。ぜひ来てみたらいかがでしょうか。いいところです。この常連の滝の常連という名前は、以前この向こう側にそういうお寺があったそうなんです。あ、はいはい、それで結構ご利益があるのではないかと思うんですけど、はい、あの落差25メートル、あの下まで15メートル落差があります、はい、あの昔から言う天城随道というんですけどね、はい、いい感じで、やっぱり踊り子はそのこの先、水晶ってとかあるんですけど、その上を越えて、あのトンネルを越えて下田の方に向けたみたいです。ああ、なるほどね。はい、わさびソフトが有名なんだそうですね。ということでちょっと来てみました。さあ、せっかくだから食べてみましょう。ご当地わさびアイス、わさびソフトクリーム。わさびだけって言って、これバニラが入ってるんでしょ。そうです、バニラにわさびのが混じってるっていうことね。で、これはバニラとわさびが半分半分になってますね。あ、なるほどね。あ、なるほどね。どっちがこういいですかみたいな。辛すぎません？辛すぎはしないです。やっぱりバニラがベースにあるので、ね、甘さもそうです、ね、甘さも。じゃあこれでいいや。一つでいい。はい、一つでいいです。はい、味見をしてみましょう。わさびソフトクリームをいただいてみます。はい、すいません。コーンとカツはご希望がないですか？コーンでいいです。はい、はい、ありがとうございます。これです、これをいただいてみます。さあ、ではいただきます。わさびソフトクリーム、うん、甘さの中に若干わさびの香りがいい感じですね。これもなかなかいけますね。うん、おいしい、おいしいです。この道路を渡って下田の方に抜けたということですね。いや、いろんな思いがあったんでしょうね。これを越えていったということのようです。わさびだと一緒ですね。砂でしっかり育てています。植え付け地はこんなに小さいんですね。そして1年経ってこれぐらい、まあ伸びませんね。2年経ってこれぐらい、お、3年経ってこれぐらい、なかなか大きくならないんですね。大変ですね。これが美味しいんです。生わさび美味しそうだよね。どのぐらい持ちますか？あら、どれで、これが今日来たばっかだから2週間ぐらい平均だね。2週間ぐらい平均。わさびマヨネーズというのもありますね。これも美味しいって聞いたことがありますね。はい、こんな商品もいっぱいあります。こんな風に変身するんですね。
ここはわさびミュージアムだそうです。本日のわさびのビデオ、そして常連の滝のビデオ、いかがだったでしょうか。いいねと思われた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは See you again!